どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新田哲郎です。始めました、吉本新喜劇新田チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日お笑い声とか入ると思いますんで、カメラはいどうぞ。なんでそれぶち込んでくる。すいません、ジョーカーの正体の平田です。お願いします。お願いします、はい、お願いします。今日は隣の晩御飯でございます。よろしくお願いします。しかし知ってる方は分かるかもしれませんけど、僕の家でございます。隣の晩御飯っていうのは若手デザインの家に行ってですね、どんな晩御飯食べてるやろっていうのをね、突撃しに行くやつなんですけども、今日は僕の家でどうしても料理したいという方が来られてますので、まずその方お呼びしましょう。ゲストはこいつだ。料理作るで、よろしくお願いします。桜井くんでございます。よろしくお願いします。初登場ですよね。初登場です。僕のチャンネル、ね、そうなんですよ。よろしくお願いします。はい、ほんまあなたの家行きたいんですよ。そうですよね。そうですよ、あなたの家で隣の晩ご飯っていうのを聞くやりたい。まあそうなんですけど、まあ狭くてね、電気のコンロみたいな、ね、はい、もうそれと、もうそれになんか物置いたら料理できないんですよ、というわけで、なので今日は僕の家を借りてですね、はい、食材持ってきてくれたん。今日持ってきましたよ、これ。うわ、いいやつや。どうこれ、うわ、めちゃめちゃ多いよ。これで何を作るのか、皆さんしっかり最後まで見てください。じゃあ今日は桜井くんが料理をしてくれます。イケメン男子の料理だ。行ってるで。さあ、はい、桜井くん、エプロンおしゃれやな。可愛くてね、ちょっと買っちゃったんですよ。コーデュロイのエプロンせんで。そうなんですよ。ちょっとなんか、はずいな。みんなよう俺のチャンネルで家紹介してくれてんな。俺自分の家のキッチン見せるだけでも恥ずかしい。でしょ？そうなんですよ、やっぱり。今日はね、うん、簡単なカレーを作ります。お、カレー。しかもね、キーマカレーよ。うん、カレーって普通は2個で大きな鍋がいったりするイメージで、キーマカレーはね、フライパン1個で大丈夫なんですよ。フライパンできんの？だけでできる。マジで？すごいやん。で、しかもね、今日はね、うん、初めて今日使うんですけど、なんだこれ？カッターって書いてある。みじん切り用の調理器具ということで、レバーを引けば、うん、こういう人参が粉々になってくれるという代物で。要はそんなん見つけてきてくれたら、だからこれでなんかまあ男の子でも簡単に、まあ面倒くさがりなんでね、やっぱり僕もそうやけど。いや俺もそう。ちょっと待ってくれ、今日は通販みたいになってるし、これは長い動画になるで。え、ニーナさん普段は料理はしますか？全くせえへんよ。全くしない。俺のこのこういうね、皮むき器とかあるんですよ。うん、いや、それは追求せんでええねん。見てたらどうすんねん。前の彼女言うんかい。何も言ってないです。まずはね、これをね、うん、僕も初めてなんですけど、こう適当に、うん、あ、そんなんでええの。まずはこれぐらいで、まあまあそうですね、ぶつ切りにしていって、うん、この後に肩にぶち込んでいくんで、うん、はい、これ、さっき言ったカルタ、これをね、だから、うん、入れて、中に入れて、閉店でそのこのハンドルをね、うん、クッと引くと、うん、カッターが回って、うわ、みじん切りしてくれる。おもろ。言うて僕も初めて使うんで、初めて使うんかいな。まあ、使ってるとかじゃないんかいな。そうなんですよ。ちょっとのためによう探してきてくれてんのこれ。やっぱりね、面倒くさがり、あ、うん、大丈夫。大丈夫かこれは。大丈夫。大丈夫かな。で、しっかりと蓋を閉めて。おおおお。あ、うわ、回ってますよ。ほら、人参が。ほんまや。うわわわわ。すごい。わあ。おお、すごいすごい。お、すごいすごいすごい。これもうすでに。うわ、すごいすごいすごい。かなり。細かくなってきて、これじゃあもうちょっと、でもそこまで細かくなってなかった。思ってたより細かくなってこれ回数得るんで、やっぱり回数を重ねると、うわ、おもろいおもろい、ほら、あ、早っ、ほら、ほんまやほんまや。これもうミシン切りって僕やっぱそれこそ包丁でやってたらめっちゃしんどいんですよ。うん、これを一瞬で今できました。すごいな。はい、人参 OK です。ちょっと人参じゃないのやっぱこういうの考えていいかな、なんかな。そうそう、こういう器具とかな。はい、で、打ってやっぱ金稼がなかった。いや、次は玉ねぎだよね。入れましたよ。やってみてください。やってみようか、せっかくやから。ひさひさの調理ちゃいます。うん、これ調理って言うのか分からない。確かに。なんですよ。グッと、あ、グッと入れすぎたかな。全然引っ張られへん。玉ねぎ入れすぎちゃう。さすがに入れすぎた。2回に分けましょう。なるほど。はい、改めます。オッケー、これでいこう。おお、おお、はいはいはい、ほら、お、いけてる。お湯をね、沸かしています。炒めていきます。はい、ます、はい、全部切ってね、はい、ガーッと引っ張ってきて、はい、国産豚肉みちょこんなんね、もうおスーパーでね売ってるしな。うん、入れるだけです。なんで笑った今。いや、いや、なんかほんま様なるなと思ってるな。社長や、まずはクッキングチャンネル作れよ。いや、ほんまいいです。はい、でも僕ね、ほんまこの
カレーが得意というか、簡単やからすぐやっちゃうだけで。なるほどな。やっぱ女性座に得意そうですよね、みんなね。めっちゃ得意、めっちゃ得意。井川さんもなんかすごくなかったっすか。すごいよ。いっぱい作ってましたよね。もう手際めちゃめちゃ早いよ。ねえ。見て、こちゃんも早かったな。すごい。だから、オーブンだけで。オーブンだけでやってた。すごい。ジャイコはもう忘れた。忘れた。記憶から消したの。なんでですか。YouTube 始めて何ヶ月ですか今。4ヶ月ちょっと。うわ、もう半年いきそうなんですね。そう、もう120本以上出してるからね、多分ね。120本。あ、火ついてませんでした。え、そうやね。僕がつけ忘れてました。そうやね。満開だわ、なんだもん。息混ぜてただけやんか。まあ、言おうとなってきましたよ。いやー、いいカメラワークです。はい、ありがとうございます。めっちゃ喋りますね、カメラマンが。そうなんですよ、ね、まだ冷めちゃいましてですけどね、ずっと喋ってたからめちゃめちゃ喋ってた。ホームビデオはないねんからって言うと思ったもん。新喜劇ではないですもんね、カメラマンは。ないないない、ね、カメラを撮るなんてこと。カメラマンの声が一番映えるからね。確かにマイクでもね。そう、マイクでもね、iPad は内側にマイクがあったりするからね。キラボンらしいで、うん、そうなんですか、うん、ねえ、そこじゃ勝ったんやろ。ねえ、怖いです。怖いです。今後もうずっともう新喜劇とコラボしてる感じですか。そうですよ。お、まあ、半分ぐらいは今アイドル企画やってますんで。あ、出た。アイドルで。アイドルや。押し出していこうと思います。山だったらもう毎日アイドルの企画やっていきます。上だと思ったらやばいぐらい。上だから、うん、夏休みぐらいにはもうずっとアイドルさあ、結構もう痛めて、ほら、映画じゃないだ。ここでですね、ルーをこう入れんねや。おぉ、言ってるんすよ、これズボラやったらめっちゃ簡単にできるから。じゃあ分かれのキーマカレー。そうです。これで4皿分ぐらいあるんで、ほう、僕とニーナさんでお代わりしたら、まあ、ね、ちょうどいいという。お前はちょっと待ってください。僕食べれないんですか。ちょっとしゃべりすぎて。そう、なん、あ、分かんないですよ。しゃべりすぎて。すみません、すみません。え、次何。ちょっとね、これ春雨サラダ的なものも作ろうかなと思って。あ、なるほど。うわ、簡単です。春雨と、うん、鶏肉をあえて、で、きゅうり、ごま油。うわー、最高。お酒のものは最高。なんでこれちょっとね、お湯沸かしてるんで、先ほどのお湯、これもう簡単なんですよ、これ。春雨なんて、半分ぐらいいっちゃえば、あとはもうお湯で3分で戻るんで。はい、ニーナさんが今、僕たちの代わりにご飯をレンジでチンしてくださってます。はい、効率よく、はい、なのでこれ、はい、見てください。さっきの、ね、鶏肉のサラダなんですけども、はい、これもズボラです。サラダチキン、これを蒸しって蒸し込めば大丈夫なんですよ。ほんまに適当にちぎっていきます。あれ、これ、まま、1個目ですよね、ご飯。ちょっと一回レンジって押してみません。低グレンズブ高周波600ワットです。あ、知らんわ。あ、これ600ワット。できましたか。知らんよ。喧嘩しといてください。はい、もう混ぜるだけです。さあ、ご飯ね、温めて、はい、できました。これ、真ん中にくぼみを作ったんですよ。というのもね、うん、出た。卵や。最後に乗せますんで、楽しみにしてください。なるほどな。で、その前に、うんうん、うわ、チーズやん、とろけるチーズ。チーズをね、やっぱりカレーにチーズって一番合うじゃないですか。絶対合う。でしょ。チーズインカレーみたいな、これだけでいいわけですから。ちょっと風味作ってもらおう。カレーかけちゃいましょう。美味しいですよ、これは。まあ、男の盛り付けなんで。いや、全然ほんで、最後にこれね、そう、開けまして白身をね、こっちに移しておきます。卵黄だけね、お、取り出しまして、で、出た、先のくぼみに卵黄だけ入れる。ドン。はい、これは最高や。できた。1人前いきました。え、なんか作ってるやん、もう一個ちょっとね、うん、さっき卵白余ったじゃないですか。余ったこれをね、うん、こうもうお湯に入れちゃって。え、入れんの。スープを作ると思いまして、もう鶏ガラさえ加えたら。あー、なるほどな。なので鶏ガラ卵スープ的な。すごいすごいな。じゃあスープ仕上げていきます。はい、お願いします。はい、さあ、いや、すごいな。完成しました。完成しました。でも意外と工程なんか簡単やったでしょ、うん、見てて。いやいや、見ててほんま簡単やった。もう鶏ガラ入れただけやし。全然、うん、これもうほんまにね、サラダチキン蒸しっただけやし。ほんまや。これもね、みじん切り、みじん切りして、あと見た目だけ、うん、うわ、簡単です。もう早速もいただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。
いただきます。いただきます。おいしい。うん、おいしいね。ね、これもね、これもほんまに、あの大雑把に味付けしたんで。あ、よかった。キュウリの音がしてます。うまっ。あ、よかった。うまい。よかった。え、マジでうまいやん。これはね、2回目後やっぱビールに合うように作ったんだな。あ、乾杯。お疲れ様です。いただきます。ちょっとビール飲んでますよ。最高っすね。うまい。最高の企画。見てるか、平田。はい。あ、うまいわ。ずっと見てます。うまいわ。ほんでちょっと麺いきましょうよ、麺。うん、これ潰した方がいい。もう好きなタイミングで。まだ潰さず、ちょっとね、うん、僕逆に潰しましょうか、これ。うん、潰しましょう。うわー、ほらほら、いいですね、いいですね。ほらほらほら、いただきます。うまいな。めちゃめちゃうまいやん。うまい。なんなん、中にチーズも入れたんでね。なあ、ほんまや。うん、自分で言うもなんですけど、ほんまええのできました。ほんまにうまい、これ、うん、ご覧になってる男性の方とかもあるとね、やっぱりめんどくさいなっていうところもあるんですけども、うん、簡単にできますんで、うん、ぜひ真似してみてください。はい、ごちそうさまでした。いやー、ごちそうさまでした。これ後で平田も入って、はい、そして3人ちょっと酒飲んで、酒の当てにしようかなと思って、ちょっと残してます、これ。そうしましょう。めちゃめちゃうまかったな。ヒレタも食べたもんね。いただきました、はい。はい、カメラ回ってないとこで。はい、いただきました。一番早かったやつ。いや、めっちゃ美味しくて。いいですか、だからね、うん、ちょっと、はい、これ何ですか、今日も、うん、レシピ書いてきたんで。レシピを、はい。これで、ちょっと料理してください。まあまあ、レシピあるな、ほんと。まあまあ、長いな、こっから。ちゃんと書きましたよ、これ。工程は。一番上の題名、ニーナさん YouTube はいらんねん。うわ、ほんま、ありがとう。じゃあこれをちょっと見て、まだ家にまだご飯がないので、はい、まず米買うとこから始めたいと思います。あとレンジをね、ちゃんと使ってください。レンジをね、使うようにすいません、本当にね。ごちそうさまでした、桜井くん。ごちそうさまでした。今日のゲストは桜井くんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。イケメン男子飯でございました。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。